ディフェンスの海老名正弘です。今大会を振り返って初めてナショナルチームに選ばれて海外の選手と試合をしたんですけども、アジアリーグよりもレベルが高くて最初は戸惑いましたが、3試合経験することで多くの経験をできました。この経験を生かしてアジアリーグでももっともっとレベルアップして、これから日本代表としてプレーしたいと思います。